今日は大株会の恒例の旅行で、和やかな雰囲気で、これから市川パーキングを出て、高速道路で、歩きます。首都高方面への、走行状況です。バスは最新型の中央バスの大型車です。スムースな走行で、今高速道路を東京方面へ向かっております。この後現在時間が7時4分ですから、そろそろ首都高も見合う時間帯に入っていきたいということになります。バスの前面、フロントの、視界が非常に広いので、こういうビデオの撮影には、最適の状況になっております。浦安周辺に来ております。そろそろ渋滞が始まったようですが、まあ低速でも走っていれば止まることのないことを願って、東京都に入りました。時間、7時13分になろうということです。頭に入って非常に流れの良い走行をしております。あれでまずいってアンケートあったらどうしよう。予定天神台だの 6A の駐車場へはだいたい予定通り10時30分到着で行けそうです。8時23分関越道の流れです。サービスエリアに入る予定になっております。今の流れは全部として順調です。ここから、赤城高原サービスエリアに入ります。ここで、小休止です。はい、道路前方に谷川岳の夕日が見えております。非常に
いい天気です。心がけのいい人が揃ってるとこういう天気になります。